こんにちは、大久保光三です。今回はね、大久保光三の原点って言うてもいいような出来事っていうか、あれはね、高校1年生の時、高校の近所にあったアウティングっていう釣り店、めっちゃ近所になってやんか。そこにたまたま立ち寄った時に、店の入り口にでっかいテレビがあってね、その中でタクショップだけでね、流すビデオ、そんな試みっていうのはそれまで聞いたこともなかったし、見たこともなかったけど、スーパーバスフィッシングかなんかいう、スーパーストライクビデオかな、なんかいうビデオやって、それの中でね、この4種類のルアーで、このルアーのね、制作者である羽鳥静雄さんと、若林勉さんが2人でね、地下ダムでボッコボコに釣りまくってるというね、すごいかっこいい映像やって、なんじゃこのすごい釣りは。トップウォーターっていうね、ルアー自体は知ってたけども、もちろんね、使ったことなかったし、こんな釣りがあんねや、しかもバイト風も見えるんや、これはかっこええな、これはいかついなぁ思って、トップウォーターとこのスミスのね、ルアーの虜になってしまってほんで、まあ50歳、今年も51歳なんだけど、いまだにね、この世界から脱げきれてないし、どっぷり使ってるというね、状況ですけども、その高校1年生の時に買ったルアーがここにあるね、ブッシュペッカー。もうその時のルアーです。何を隠そうね、多分ね、僕の人生でこいつが一番バスを釣らしてくれたルアー。ちょっと傷があんねんけども、これなんで傷がついたかというと、その当時東条湖行ってね、船乗った後桟橋でちょっと釣りしてて、昔は桟橋でも釣りできたから、フッキングしたらすっぽ抜けて飛んできて、桟橋の木にこれブッシュペッカーがブンボヤーンと木に刺さって、まさにブッシュペッカー針もね、ちょっとリングつけて変えたりもしてるけども、ほんまにお魚を釣らしてくれたい。このルアーもね、何この穴の開いた水車思ってね、もうこんなルアー見たこともなかったし、このカラーの斬新さとかにね、もうほんま惚れ込んで、羽鳥さんってどんだけ天才やねんって思っててね、ロングポーズ、どっからともなくね、バスがすっ飛んできてくるというね、すごいルアーでしたね。で、バブルダンサー、僕のね、次の原点、ポッパー、未だにポッパー大好きやけども、このバブルダンサーからね、始まった、すごい好きなルアー。このカラーをこうペイントしたデザイン画のね、 T シャツがあって、その T シャツを3枚買うてね、高校に毎日着ていってた。制服の下、ちょっとやんちゃな制服着とってんけど、その下はね、全部このデザインの T シャツを着てました。そしてね、こいつハッピーモール、スライドさせながらね、こうチャ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 こうペラが回ってね、水を弾くというね、もう動かして楽しいし、音も誘えるし、でモールってなんやねんって、もう勉強すごい大嫌いだったけど、調べたらモグラやって言って、もうモグラなんやモールはと思ってね、これも動画ですごい絵の釣ったし、アウティングっていうね、釣り具屋の大会で一緒によう釣りしてた、その時当時の中学生の広沢君っていうのがね、これででっかいの釣ったのに、まあ僕はこんなん絶対優勝やで、そんなん早く上に行かんでええやん言って、自分が釣りたい前から待たしてたら、後から45センチ同じサイズの釣られて、後で負けちゃったというね、悪いことをしたなというね、すごい思い出もある。まあ自分の体験談じゃないねんけど、そんなルアーですね。この竿がまたすごい古い。大阪王将でバイトしてて、その時時給430円。その給料で高校1年生の時に必死でアルバイトしたり、お昼ご飯我慢してね、買ったルアーやねんけども、このハトリーズスティックね、多分高校2年生の時に出た竿。出てすぐ店に入ってきてね、 FGO65M66 っていうね、 M と L があったんかな、2種類あって、どうもこの M っていうのがポッパーとかスッシャーの竿で、もう1種類ね、多分 L だったと記憶してるけど、それがペンシルベイト専用ロッドみたいな感じでね、まあトップウォーターロッドやから、こうやって柔らかい、初めてトップウォーター専用ロッドって世の中に出た竿だったんじゃないかな。お昼ご飯毎日500円も取ったのね、我慢して、その時なんかやったかな、必死で貯めて出た月のうちに買ったんちゃうかったかな。もちろんアルバイトのお金もね、釣りめっちゃ行っとったから頑張って買ったそうやね。久々に去ったらもうジンとくんな、感慨深いな。 4600CB、 これその当時のストレーンかなんか、オレンジの糸巻いたんね、これ、いとこのヒロちゃん、僕の何個か年上で持ってたの、もう羨ましくてしゃあなくて、中学校2年生ぐらいの時にね、もう無理言って売ってもうた理由ですね。うわー、なんか懐かしい。なんでこれをね、こうやってラッククルクルだかというとね、実はその当時から
20年後ぐらいに羽鳥慎三さんとね一緒に琵琶湖で釣りした時にこの沢で釣りして羽鳥さんの前でねおっしゃーって釣ったとね思い出深き竿だし、この間僕のインスタグラムとかフェイスブックで出したんやけど、このルアー現物です。とこの羽鳥スティック、そして 4600CB、一緒に釣りしてた荻野くん、まあ、ハトリズスティックのねペンシル専用のと僕はおまそっち欲しかったけど俺こっち買うかお前こっち買えやって先輩の意見でね横暴でお前ポッパー好きやからねこのさを選んだもんあんねんけど荻野くんが持ってたね写真でねめっちゃ思い出してメランコリックな気分だったからね、みんなにもその話しようと思って、今回はねこの道具、まあ、この最初の僕の原点の4種類、トップウォーターにね夢中になってトップウォーターばっかりやるようになって、そしてローニア人につながってライゲンにつながっていまだにトップス大好きやから、そういう大久保構造のねプロアングラーとなった見せるための釣りに、すごいベースになってるね道具を今回自分の原点と合わせて紹介させてもらいました。